と、あの町にこの町に向かって、うん、ないことがこんな素晴らしいんだという提案をしようと思って、うんうん、隣体育館なんですけど、うん、その体育館を全部改装してですね、うんうん、風景の見える、まあ、風景を食べるカフェという名を打って、うん、そこの向こう側の風景を見せるようにこれから改築しようと思っています、うん、はい、지금이제그저우리도지금여기근처에있는체육관이있는데그체육관을풍경을먹는카페그래서그걸좀개축해가지고거기다가그카페를지금만들려고그렇게하고있습니다그러니까이자연그순수한자연을즐길수있도록이렇게지금하고있습니다아소리가됐습니다네근데그중에風景を見た時に邪魔になる電柱とかね、これを地中化できないかという会議をあさってここで、うん、はい、あのその尖った女性4人とプラスあの鳥取大学の教授の谷中さんという方と緑、はい、の大本さんという教授を呼んで6名7名で、うん、その電柱地中化それとプラスそっち側にある田んぼの農薬をどうやって減らすことができるかという会議をしようと思っています。지금이제내일모레정도우리가회의를하는데아까그그여자분4명의개성있는여자분4명과도토리대학교수그다음에다른교수중에서6명이그풍경을방해하는저전봇대가있어요그거를지중화하자라는것과또하나는건너편에있는논에농약을좀아는것을어떻게좀농약을줄일까그래서순수한자연화된풍경을보이기위한회의를모레지금하려고합니다자그래서풍경을풍경을食べるカフェの本当の狙いは電柱の地中化とあるいは川の護岸工事を元に戻すとかそういうことが我々の主目的です그리고모인사람들은저풍경을먹는카페를거점으로해서하고싶은것은그전봇대도물론이지만은그강흐르는거에콘크리트같은거있죠그거를원래상태로하한작업뭐라고하죠그복원하는거그거를지금장기적으로하려고하고있습니다一方で農薬の問題は実は先ほど見せたミルク工事採取に関わってまして失敗したものをお見せしましたがあれはですねそこで農薬をまかれると次の日から黒いカビが降りてくるということが分かってます。農薬에관한것은어떤영향이냐면농약아까그저저누룩에그까맣게된거있죠그실패한거보셨죠네똑같은환경에서하더라도저희가저농약이친날은이게실패를하는확률이굉장히높았다그래서농약을안한것이결국은균의그좋은균을얻기위한것에서영향을줍니다